はい、今回はね、豚肉とごぼうのセットでございます。ではいただきたいと思います。うん、豚肉も柔らかくて、このごぼうも卵のとろみがまだいいですな。それでいうとこの赤身も深く、ブロッコリーも美味しくてね。で、こう、なかなかの、ナスも柔らかくも。それでちょっと甘くっていうか薄くちょっと漬け足してる感じですな。でエビもプリプリ、このエビがねまたプリプリなんですよな。で本当にびっくりするんだけども、本当卵がやっぱり柔らかくて豚肉の柔らかさがちゃんと出てるんですよ。でこのブロッコリーのね柔らかさもあって、まあ冷凍もんだから時間がかなり長いけども、長い時間が経てばすごい柔らかくなって解凍、自然解凍ってやつですね、まあされていくんだけども、まあなかなか味わいとしてはこれは温めましたけども非常にいいですね。本当になんか見受け通りこんだけみずみずしい野菜とブロッコリーの甘さ、そしてナスの甘さに、ちょっと薄口の味で、エビも甘くてですね、で野菜も甘さがあり、卵のふわふわ感とトロトロさが出ていると、冷凍食品ってのはここまで進化したものかねと改めて思います。やはり冷凍食品ってのは20年ぐらい前ですかね、もう冷凍食品って言ったら正直言ってそんなに美味しくなかったんですよ。ところが冷凍食品は氷の粒っていうの関係があって、その粒がより細かい粒に、冷凍することが今の機械のおかげでできるようになりまして、技術の向上でできるようになって、より細かい粒が、より細かい結晶の粒がそのうまみをこう逃さないようにすることによってより強力になったんですね。ですからこういう風な冷凍っていうのは昔に比べて随分と進化しておりまして、まあそういうところがなかなか面白くていい味を出してるなと思います。どうもありがとうございます。